2023年3月1日水曜日9時からのザ・ヒーナキャットのブブブブアップのお時間でございます。あっという間に2月が終わってしまいました。今日から3月どうぞよろしくお願いいたします。メッセージ、ご意見、ご感想等はひーちゃん.radio@aol.com hichan.radio@aol までお待ち、aol.com までお待ちしております。さて今宵もどうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもこんばんは。皆様ご機嫌うるわしゅうございますか。そして3月になったということで、まあ、3月はあんまり関係ないけれども、花粉皆様どうでしょうか。もうね、私はね、鼻水ジュルジュルだしね、もう目頭が痒すぎて、その目頭を押すとさ、自然とさ鼻水になって出てくるじゃん。もうそれの悪循環をずっとやっております。でも最近ちょっと効く鼻炎薬を見つけまして、それをね朝2錠ほど飲むと、ライブが終わって帰ってくるぐらいまでは割とね大丈夫だったりするから、そのライブに支障はそんなにないし、まあでもね、すごく喉が渇くから、暖房が効いてるとライブハウスとかだと、もう喉がカピカピになっちゃって、1曲ごとに水で口をね潤さないと歌うのが結構厳しかったりしてる時もある。まあ、してない時はしてないで、本当になんかね全然、あ、私古墳でしたっけぐらいの勢いな時もある。不思議だよね、人間の体ってね。なんかさ、疲れてたりとかするとさ、その花粉にすごい反応しちゃう時とかってあるわけよ。もう本当に全身痒くなっちゃうぐらいの時があるの。もう顔中痒いしみたいな、まあ、体は乾燥かもしれないけど、なんかねすんごい痒い時があって、ずっともう何しても無理、お風呂入っても無理だし、なんだろう、そのワセリンとかさ、いろんなものをさ、リップクリームとかさ、鼻の周りに塗りたくったりとかしてみるんだけど、全然収まんなかったりするんだよね。もうああいう時はどうしたらいいんだろうね。寝ようと思ったってさ、痒くて寝れないしさ、目薬さしまくっても全然ダメだし、ちょっとなんかそういう対処法知ってる人いたら教えてほしい。薬も効かない、塗り薬も効かないって時は、なんか激辛ラーメンとか食べたらいいのかな。体の内側から汗とかなんかそういうものを出してごまかすみたいな、なんかそれはありかもしれないよね。違うことに集中する、なんかさ、集中してるとさ、お腹空いててもさ、空かなくなったりするじゃん。だからそういうなんかないかな。痒くなったらこれをやれみたいな、なんかそういうのがあるとさ落ち着くよね。そういうのをちょっと探していこうかなと思います。さて今宵もこのラジオを収録している間、何回私は鼻をかむんでしょうかってぐらいな感じなんですけれども、まあそれはそれでね、そういう時期が来たな、春が来たなということで、まあ楽しめるかはわからないけれども、花粉を楽しんでいきたいなと思っております。なんてったって3月は私の月、生まれた月でございますので、何か全てにおいてめでたいなっていう気分になっております。それではそれでは、今宵はねバイオレットの月から1曲聴いてもらいたいと思います。まさか私が自分でこの曲を歌う日が来るなんて思ってもみなかったのでございますが、自分で歌ってみたらとってもかっこいい曲だったと思って、それを皆さんに今日お聞かせしたいと思います。それでは聴いてください。ザ・ヒーネキャットでバイオレットの月から子守歌。
ザ・ヒーナキャットと申します。水曜日9時は私と一緒に遊びましょう。ザ・ヒーナキャットのププププアーブ。はい、というわけで子守歌聞いていただきました。私的にとっても好きな歌でございます。もともとね、私がアイドルをプロデュースしてた時に作ったアイドルちゃんのための曲だったんだけれども、まあ、それがね解散しちゃったので曲がもったいないから私が歌おうかなと思ってちょっと今回アルバムに入れてみた曲でございます。最近っていうかその2月の19日からさ、ちょっとワンマンライブが始まっているんだけど、このツアーのね。でちょくちょくさ、やっぱそのアルバムのために作った曲もあるわけじゃない。だからそれを演奏していくにつれてさ、難しいところとかやっぱりいろいろあって、やっぱね、録音してる時ってやっぱギターと歌別に取るわけじゃない。だからなんか、あ、こういうフレーズ入れたらかっこいいなとか言ってやっちゃって見てるんだけどさ、実際それをやっぱりライブでギターを弾きながら歌うとなると話が全然変わってきて、まあ、ライブアレンジのねギターをちょっとやったりしてるんだけど、だそういうのも含めてこのバイオレットの月っていうものは聞きどころがたくさんあるなと自分で思ってる。聞きどころとか聞いてほしいところっていうのがね、いろいろあるなって思ってるところだし、でやっぱり曲としては8曲入ってるんだけど、その中でやり慣れてる曲もね何曲かあるんだけど、この間元八幡のワンマンやった時に、そのスピキャットがあんなにかっこいい曲に変わったんだなっていうのを再確認できて、いや私的にめちゃくちゃ盛り上がる曲じゃんこれっていうのを確認いたしましたので、これからどんどんやっていこうかなと思うし、そのスピキャットっていうのが2年前どっちかの誕生日のひーちゃんとお揃いの指輪をしませんかっていうことでね、シルバーリングを出した時のそのシルバーリングの名前がシピキャットって言って、それの曲なんだけど、だから毎回やってもいいぐらいだと思うんだよね。この指輪だよみたいな感じのさ、説明にもなるしさ、なんかいいなって思いながら、昨日その元山田のライブの時にやっておりました。私はとってもいい曲に育ったんではないでしょうかと思っております。でね、やっぱりここからね、どんどんワンマンライブも増えていくし、その増えていくってもそんなね、やってた頃に比べたら全然やってないんだけど、その対バイイベントとかも増えてくるから、どういうね選曲をしていこうかなっていうのはちょっとね悩みどころでもあるし、で最近さ、恋がしたいとラリルレロの CD をちょっとね手作りバージョンで出したりしてるんだけど、やっぱそれもね、ライブに入れていかないとさね、なんか意味がなくなっちゃうから、だからどういう風にセットリストを作っていこうかなってちょっとすごい悩みどころで、まあ、ワンマンライブはさ、ヒーナキャットを知ってくれてる人が見に来て、なんかあの曲もこの曲も聴きたいなみたいなワクワクで来てくれるからさ、うわこの曲やったとかさ、 CD 持ってないけど嬉しいみたいな雰囲気あるかもしれないけど、やっぱ知らない人がパッて見た時に、やっぱり恋がしたいって曲は一番キャッチーで、まあ、それがね物販に並んでたりすると嬉しいよね。でやっぱりさ、物販でなかなかさ、本当思ったんだけど、物販を買いに行くつもりで来てる人はお金を持ってきてるかもしれないじゃん。そのね、けど普通に友達としてライブを見に行った時にあんまりお金って持ってかなくない？私多分持ってかないタイプなのよ。別に対バンに興味がないタイプだから私も。だけど気に入ったバンドがいたら、その物販に行くっていう勇気がまずすごいと思うのよ。なんか かっこよかったですみたいな雰囲気でさ、みんな来てくれるんだけど、その勇気って本当にすごいことだと思うし、初めて見てその場で CD を買うってすごいことだなって思うわけでございますよ、私はね。そうだから、見た時に3曲目が良かったですって言われて、その3曲目が CD じゃなかった時、どこで何、どうしたら聴けるんですかみたいになるじゃん。だから私は最近さ、サブスクを勧めてるんだけど、みんなにその CD は別に買わなくてもいいから、 YouTube とかにも曲いっぱいあるし、サブスクにもいっぱいあるから、その配信とかで聴いてくれればいいよっていう風にみんなに勧めてて、初めて来てくれた人は。でもそれでも番が欲しいっていう人は、あ、これ曲入ってないけど一応これがおすすめですみたいな感じで、あの中級編のベスト版とかをおすすめしてるんだけど、だそれがなんかね、恋がしたいが進められるようになったらいいなと思って、ちょっと出した1曲というか1枚のシングルでございます。やっぱりね、今まで作ってきた曲全部 CD になってるんだけど、やっぱ自分のねところにない CD とかもあるし、まあ、なんか多分どっかにはあるんだろうけど売ってないねものがあったりするから、なんかそれは
ね、なんかそうなっちゃうのも悲しいなと思うし、それはもう私はどうすることもできないから、まあちょっとどうにかなってほしいなと勝手に思っているところでございます。でもね、こうやって3月からツアーがバーって始まるから、知らない人にもね、いろんな人にもなんかその名刺代わりじゃないけどヒーナキャットっていうものを覚えていってもらえたらいいなと思っているところでございます。そんでね、2月がね、喋らなければいい女ばっかりライブをやっていたわけで、だからなんかね、喋んなの熱に私が奪われていたんだけど、なんかやっぱバンドって楽しいじゃん。みんなとこうやり合わせやってさ、お客さんの反応を見てさ、こうだったねこうだったねとか言って言っていろいろ話し合ったりして、あ、今日本当ダメだったよねっていう日もあるんだけど、だそういうのがあって、なんか喋んなすごい楽しいなみたいな雰囲気な2月になっていたんだけど、私の中で。でもやっぱりヒーナキャットのワンマンを2本やって思ったことは、やっぱ私の原点はヒーナキャットだし、やっぱなんだろう、伝えたいことが全面に伝えられる楽曲を作られているなと自分で作ってんだけどさ、なんかそういうのをすごく感じたこの2回のワンマンだったね。なんかその歌詞の内容とかという意味じゃなくて、なんかこういう曲ですよみたいなものをすごい伝えられているんではないだろうかみたいなまあ私しかいないからっていうのもあるんだけど、なんかそういうのがすごい感じ取れたっていうか、なんかすごい、そう、すごいばっかやってるけど、ヒーナキャットやっててよかったなって思う瞬間でもあるし、やっぱヒーナキャットがなかったら多分喋んないやったところで面白くなかったと思うんだよね。いろんなものを知ってこなかったわけじゃん。いきなりバンドやって4人でやっては楽しいで終わっちゃってたと思うんだけど、ヒーナキャットがあって他3人もそれぞれ自分のそれぞれ自分のさ、その場所があって、それを生かした4人が集まっているから、なんかすごいいいバンドなんじゃないのかなって思うんだ、私喋んなは。なんか独りよがりじゃないっていうか、しかもみんながみんなさ、ちゃんと尊敬し合っているからさ、出るとこ出るし弾くとこ弾くみたいなのがすごいできているバンドなんじゃないかなと自画自賛しているんだけれども、どうなんだろうね。ちょっとね、喋んなでも平塚のね OSC 湘南シティとかでライブやりたいなとか思ってるんだけど、あそこ生ドラムがさあんまり NG でさ、せっかくマリーちゃんがいるのにさ、なんかねアコースティックでやってもしょうがないなとか思ってたりして、でちょっとね、やっぱホールとか平塚ね抑えられたらね、また無料ワンマンとかもやりたいなとか思ってたりしております。ちょっとそれいいかもしれないね、今言ってみて思ったけど平塚凱旋ライブみたいなのやりたいなとか思っております。それではここで一回 CM 挟もうかな。ザ・ヒーナキャットのプププアップ。こちらの番組は宮田聖夏様の提供でお送りさせていただいております。ちょっと小腹が空いた時に一口サイズでとっても食べやすいヤングドーナッツの歌作らせていただきました。その他にも素敵なお菓子たくさんございます。疲れた時にリフレッシュ、会議やパーティーなどにもお使いくださいませ。大好きなお菓子を食べてハッピーになりましょう。さてさて、3月ということで、私最近ね、欲しい誕生日プレゼントは何なんですかって聞かれることが多いんだけど、本当にね、欲しいものがね全然ないんだよね。なんだろう、ないからみんなに猫の餌が欲しいですって言ってんのね猫の餌って多分一生必要じゃん、今後猫ちゃんが元気な間は必要だから、猫の餌があったらいいなと思って、カリカリでもいいし、チュールでもシーバでもいいし、なんかそういう缶詰系、美味しい缶詰系ってなかなか自分では買わないからさ、なんかこれ高級そうだったよみたいな感じのものもくれても嬉しいなって思っております。あとね、猫が嬉しければひーちゃんも嬉しいしね。でそしてひーちゃんに何かあげたいなって人は、そのなんかお酒のおつまみとか、なんかそういう保存が効く食べ物くれたら結構喜ぶ。なんか冷凍明太子でも、冷凍のものをあげるって難しいよね。持って帰るまでに時間かかるじゃんね。家に送るとかだったら別だけどね。だからなんかそういう乾物、わかんないけどなんかさ、料理に使える海苔とかさ、なんかそういうの欲しいかも。なんか
健康になれそうな美味しいおつまみグッズみたいな。ちなみに私ナッツは好きじゃないからナッツ系はいらないからね。そう、なんか誕生日って結構難しいよね。なんか本当ライブに来て楽しそうにライブ見てくれて、その後ってかその前日に一緒に平塚で焼き鳥食べてくれたら、それは私幸せかなって思う。美味しいものを一緒にね共有できるっていうかさ、時間を共有することが一番ね、嫌いな人としたくないことじゃない？わかる？私多分嫌なのよ。嫌いな人と絶対一緒にもう10分もいたくないから。だからそういう時間を一緒に共にしてくれる仲間たちと誕生日を過ごすことはすごい嬉しいことだと思うし、今年はさ、まあ、ヒーナキャットはやるけど、しゃべんなのみんなとさお誕生日お祝いもできるし、しかも誕生日に対バンするのってもう何年ぶりぐらいの勢いなのよ。で、私サラさんとすごい最近仲良くさせてもらっててさ、まあ、ヘイディーズとかその赤サラとかサラバンドとかいろいろやってるじゃん、サラちゃんも。だからなんか私と同じ匂いがするから誕生日一緒にお祝いしてくれませんかみたいな感じで誘って、本当はねヘイディーズが良かったんだけど、他のメンバーがなんかあれ予定が入ってるみたいで、でサラさんは空いてるって言ったから、じゃあなんか空いてるので出ていただけませんかみたいな感じで言ったら、赤サラがね出れますって言ってくれたんで、ちょっとね、あかねさんとはね一回どっか獅子王かどっかで一緒にライブやって、そこで初めて初対面でもなんか私のこと知っててくれてて、なんかやっとお話できたみたいな風に言ってくれたので、なんかねまた3月会えるの楽しみだなっていう感じで思っております。そんな3月いっぱいライブがあるので、ちょっとおさらいしていこうかなと思ってますが、本当にねちょっとびっくりするぐらいの予定を組んでしまったんだ私は。ほとんど家にいないからもう猫ずっとどっかに預けている状態でございますが、じゃあちょっとさらっとおさらいしていこうかな。この3月1日私今名古屋にいますね。名古屋のアップセットで対バンイベントさんでございます。そして次明日は京都グローリー、平日ですが京都の皆様に会いに行きます。ここはねハイファイコーヒーズっていうね私の大好きなね大先輩のバンドをねちょっと誘わせていただいて一緒に行きます。グローリーに行きます。そして3月3日は岡山クレママのセカンド、こちらはね何だろう、岡山にはねちょっと熱狂的なねおかしいファンの人がいてね、おかしいとか言っちゃいけないんだけど、面白いファンの方がいてね、その方のために私は岡山を入れました。そして3月5日はこちら大阪ワックスわかんないけど、こちらでワンマンライブがございます。そしてですね、私この日はね大阪に泊まりまして、6日はねちょっと撮影をしてまいります。でさ6日に撮影なのにさ、私7日に美容院なの、逆だろうと思ってさ、でもさ行くタイミングがなさすぎて、もういいやちょっとしょうがないわと思ってさ行くんですよ、7日に美容院ということでね。美容院だし健康診断だし、ちょっと7日はね猛烈に忙しいひーちゃんでございます。そしてねこのね、美容院で思い出したけど、やっぱ髪の毛とか爪ネイルとか見た目はすごい大事だなと思ってる。その綺麗に越したことはないじゃない、汚いよりも、まあ、汚いってなかなかない、不潔清潔感っていうのはすごい大事だなと思うのよ。別にこの職業をやってなくたとしても、普通に街歩いててもさ、まあ、いい匂いがする人とかさ、髪の毛がサラサラな人とかさ、なんか綺麗にお化粧してる人とか見るとやっぱりさ素敵だなと思うのよ。私結構リハとかさライブの人がドスッピンでさ眉毛も描かないで出てったりするんだけど、なんかそういう人見ると、あ、なんかちゃんとしてる人ってすごいなって思って、で本当ね、うちの上条って人はさ本当にちゃんとして外に出る人なのよ。だから余計に引きこもりなのかなって思ってんだけど、そういうことしないと外出ないタイプの人だからさ、だからそういう何心遣いとかすごい大事だなと思って、私さいつだっけ沖縄行った時だ、沖縄行った時に深夜に神ちゃんと待ち合わせして、羽じゃない成田まで車で行って、その空港でちょっと寝るっていうことをしてたわけよ。寝るとかゴローンってしてたんだけど、その時さ普通お家でお風呂入ってから飛行機に乗るわけよ、その早朝のね飛行機に乗るのに、化粧なんてしたくないじゃないか、それを沖縄に着いてからすればいいと思ってたから。なんだけど神ちゃんはちゃんとさお家でお風呂に入ってちゃんと化粧をしてから来たわけよ。いやこの人ほんとすごいなと思って、すごいねって言ったもん。カメちゃんちゃんと化粧してきたの偉くないっていう話をしてて、だからなんかそこはすごいね尊敬してる私は上条さんのことを。上条さんって感じ。本当に
偉いなと思っております。それに対してね、私とマリーちゃんとタッチャーはね、いつでもすっぴんで歩いてますからねみたいな感じでね、まあ、カミちゃん曰くすっぴんで歩ける方がすごいとは言うけれども、でもやっぱり初めて会った人に対してね、お化粧してる方がやっぱりこの人ちゃんとしてる人だなって思われるんじゃないかなって思っております。そんなことをベラベラ喋っている今日でございますが、でね、そうネイルはなんか多分3ヶ月じゃないや、3週間持つって聞いたんだけど、やっぱギター弾くからさ、ボリボリ取れちゃうんだよねと思って、でもまた行ってくるんだけどさ、ちょっとちゃんと強めにやってもらおうと思ってさ、せっかくねお金払って綺麗にやってもらってるんだからね、そんな1週間2週間で取れてたらね、破産しちゃうよねと思ってね、その1000円2000円じゃないからさ、ちょっとでも可愛いからネイルは続けたいなと思ってるし、やっぱ爪がね丈夫になる、私結構割れちゃうんだよ、いろんな、まあ、雑なんだろうけどね、開け方とかもなんか爪がベリっていっちゃうから、ネイルしてるとさ分厚いから結構ね、いいなって思っている。でもやっぱギター弾くところだけは強くしてほしいなって強く思っているだからね、ちょっと今から行ってこようかなって思っております。やっぱ綺麗な形でね、みんなに会いたいし、チェキとかもね、ネイルが綺麗だとね映えるんでね、これからもやっていこうかなと思っております。そんなこんなでだいぶ話が脱線してしまいましたが、そのバイオレットの月が3月4日ん ?1 日 ?4 日、4日から店頭に並ぶって言ってたな。4日って土曜日うん、らしいですはね。ちょっと発売とか予約は2月の22日から始まってるんだけど、4日からって書いてあったから4日から店頭に並ぶんじゃないでしょうか。全国のディスクユニオンさん限定で流れるじゃない、発売させていただいております。限定、まあ、数百枚でございますので、こちらなくなったら特典はなくなってしまうので、皆さんお早めに注文というか買いに行っていただけると嬉しいです。ちょっと私も時間見てユニオン新宿店とかにね挨拶に行きたいなと思っております。そのユニオンの特典はそのいつだっけ、去年一昨年もう分かんない、全然のぐらいの時にクラウドファンディングやった時に、ひーちゃんと一緒に曲を作りませんかっていうことで歌詞を書いてくれた曲をちょっと2曲選ばせていただきました。あと3曲残ってるから、まだその3曲がいつお披露目されるかも楽しみにしててくれると嬉しいなって思っております。そんな感じかな。でね、そうだ、みんなに来てほしいライブがあるんですよ。私最近ね、アコースティックライブというものを積極的に入れておりまして、この来週でもまた喋ると思うんだけど、3月9日、こちらまた御苑前の新宿ロッソっていうところでアコースティックライブ、弾き語りライブをさせていただきます。この時はまた海老沢さんもお誕生日だし、一緒に出る方もね、お誕生日ということで、ちょっと3人で素敵なコラボとかもあるかもしれないから、見に来てくれたら嬉しいなって思っております。そこね、お酒もすごい美味しかったしね、なんか食べ物もすごい美味しそうだったよ。食べ物は食べてないからわかんないんだけど、とってもね素敵な、でドリンク代とかはかからないし、チケット代と自分で飲むドリンク代が都度かかる、チケット都度かかったらやばいね、飲食代がかかる感じになっておりますので、ぜひぜひ一緒にお誕生日をみんなでお祝いしましょうという企画になっております。でそれが終わってから私はしゃべんなの3日間のツアーに出るのでございます。そんな多忙なひーちゃん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。花粉と戦い、運転と戦う、頑張るひーちゃんでございます。最近ね、遠征先でね、ホテルを取らないということを覚えたんでございますよ。24時間やってるスーパー銭湯を探してね、そこに行くのが最近の楽しみになっております。そんなひーちゃん、3月もどうぞよろしくお願いいたします。今日もいっぱい喋らせていただき、ちょっと迷子になったけれども楽しかったです。それでは来週もまた聞いてくださいね。バイバーイ。